牛部は、漢字を部首により分類したグループの一つ。後期辞典214部首では93番目に置かれる。牛の字は牛を意味する。説問会辞では、牛の二つの角、頭、肩、尾の象形とするが、甲骨文字を見ると、牛の頭部のみの象形である。牛は中国において、古くから飼育された家畜であり、六畜の一つに挙げられている。 家畜である牛はその肉が食用され、父が引用されるほか、農耕や運搬のための労働力としても利用されてきた。また、古くから祭祀の生贄として用いられ、その地や肉が神や祖霊に捧げられてきた。このように牛は身近な動物であり、その形にかたどる独自の字を持ち、武士ともなっている。変貌の糸としては、 牛や牛に類似した動物に関することを示し、また牛は家畜として農耕牧畜や祭祀の生贄に用いられたので、そのようなことに関することも示している。牛部は蒸気のような変貌を構成要素に持つ漢字を収める。なお牛部の漢字ではないが、牛を構成要素に持つ告げについて、後期時点では転書に基づき、 縦棒が下に貫く字型としているが、日本の新字体や中国の新字型では、筆記体により貫かない字型に改めている。牛、ありがとうございます。